内浦アイヌは17世紀に北海道の内浦湾西岸の小島半島側一帯に居住していたアイヌ民族集団の一つ。内浦アイヌという名称は歴史学者の海保ネオによる命名であり、アイヌ民族自身による事象は記録されていない。ただし、18世紀に北海道全域を踏破した江戸通時の上原熊次郎は内浦湾西部に ホレバシュンクルウシケシュンクルと呼ばれる集団がいたことを記録しており、これらの集団が内浦アイヌの後栄ではないかと見られる。シャクシャイン時代の北海道。紫色の領域が内浦アイヌの居住域。津軽一等市には、シャクシャインの戦いが起こった頃、内浦湾西部は総集め愛イコウインの持ち分であったと記されており、この領域が、 内浦アイヌの居住地域であったと考えられている。ただし、漢文十年的法規襲書の記述によると、この頃の内浦湾西部は、非常に空き家が多く、シュムクルメナシクルイシカルンクルといった大勢力に比べ、その勢力は小規模であった。同じく、漢文十年的法規襲書によると、釈ャクャの戦いにおいて、愛好ウンは表面上正規キに従っていたが、釈ャクャが、 マサキハンに対して勝利を収めた時にはこれに合流する予定であったという。そのため、アイコウインは密かに同等の目なし来ると連絡を取り、マサキハンに対してスパイも放っていた。しかし、君類の戦いで、釈者院軍が敗れたことによって、アイコウインの意図はくじかれ、内浦アイヌがマサキハンに対して公然と反旗を翻すことは、ついになかった。 釈者員の戦い後の内裏アイヌについては、不明な点が多いが、18世紀に北海道を探検した上原熊次郎は次のような記録を残している。さてまた、当初より、ポロイズミペンまでの絵像をまとめて、目ナシウンクルという。オシャマンベより、モリヘンまでの絵像を、ウシケシュンクルという。ノリ、ワンの末のものということ。シカベより、トイヘンまでの絵像を、レバシウンクルという。 りののもとということ上原熊次郎、蝦、え、夷、ー、地名校並びに定期この記述から、かつて、愛好院によって統率されていた、内浦アイヌは、18世紀には、牛毛シュンクル惚バ橋ウンクルという集団として、アイヌ民族の間では認識されていたことがわかる。ありがとうございます。